こんにちは。主食はお米です。突然ですが、2枚目の覚醒ギガスが欲しくなり、セレクトガチャを回すことにしました。ギガスには、鉄壁、オーブをつけてますが、鉄壁の、ない、ギガスも欲しくなり、2枚目を、狙います。まあ、オーブを、外せば、済むのですが、めんどくさー。5つの、メイン、アカウントのうち、2つ、ガチャを回します。それでは、回していきます。まずは、カード選択からです。この中で、持ってない、カードが女帝だけです。古文に、使える、ナオミを選択。ナムさん。ヒントかいやー、ハズレではないんですが、お国ですか。3枚目の使い道を探します。またピキンとかまずは、正義です。自分だけの、減少効果、打ち消しなので、若干、使いにくいですが。次に、忍者です。他の、非、デバフカードがあるので、使わないかもです。意外に、SS カードが、出てますね。びっくりです。また、ピキーンとかいつになったら、ギガスが出るのやら。叫んなしギガスが欲しいだけなのに石何個使うんだろう。セレクトしたカードすら1枚も出てないという。やっと、バチバチ。やっと、出てくれました。それも、おまけ付きで。出た SS カードが、入が多く、少し助かりました。ガチャ、確率が、まさかの 10% 超えでした。もう一つの赤に移ります。こちらは持っていないのがスミレぐらいです。多すぎ。
マジ？勘弁して。バチバチー。悪魔が出ました。それなりに使えるかと。バチバチー。スミレが出ました。ニューカードではありますが、やはりギガスが出てほしい。ピキン、ガックシ。こっちの赤も200個行きました。またピキーンですか。なんとか出てくれました。まずはおまけのドロシー、そこそこ使えるかと。そして本命のギガス、こちらも確率以上で SS が引けました。また機会があればガチャを回します。ご視聴ありがとうございました。